お久しぶりです。久しぶりに腹減ったから、ちょっと何か作ってもらおうと思って、せいやさんの家に来ました。引っ越したらしくて、せいやさんが。で、新しい家なんですけど、ちょっと、ね、お飯でもちょっと作ってもらおうかな。はい、おい。だいぶね、家が家になってると思ってた。うるさいの。おい、取り立てのノックやめろ。おい、ちょっとノックが取り立て。ちょっと待って久しぶりやな。いや、まあこの感じね、あのコンコンとかやめてくれ。ちょっと腹減ったからよ。まあ、食ってくれ。飯、もてなし。大先輩のいじり方してるのよ。相方にあんまやんそれ。引っ越したやろ。やめてくださいよーの大後輩がやるやつやから。引っ越しました。そうですよ。いや、まあまあまあいい。ちょっと熱い仕上がるか。いい。見違えるやん。正直初後輩よ。見違える。いや、初公開ですからね、この家。すげえ。ちょっと、あ、丁寧に並ぶわ。よし、じゃあ行こうか。おー、こけんけんパーで入った家。けんけんパー、お邪魔しまーすよ。あ、ごめん。けんけんパ、けんパ、パーで。パーの何の何してんの。ちょっと、案内して、すごいやん。どうぞ。何いや、前よりだいぶ広いよ。お前すごい家やん。だいぶ広なったよ。すげえ。そうそう、のけぞるね。こんなのけぞって座ってるの。いや、仕事から帰ってきてすぐ来たから。これはねえの。まあ、あの時の椅子ねえ。まあやっぱ別にかっこいいこと言うわけじゃないけど、うん、椅子に罪はないから壊るよ。壊るよ。椅子に罪ないから。おお、ええー、こっちも。そうよ。ちょっとすごいやん。ちょっとね、でもまだ電気とかつけれてないから初期の電気なの。あ、初期ね。豆電というか。すげえやん。お前のレコードも見てる。誕生日の間。いや、聞いてるよこれ。ほんま、めっちゃいいやん。レコードと。そうそうそう。あ、広い広い。そうそう、プレステ。そうそう、もうここで毎日も、ほらほら。あ、これで。あ、買ってるね。もう FPS やってる、これで。布団で。プレステやし。なんあれこれ。神社でちゃんとやってもらって。何に置いてんねんお前。何アメリカのスケベイス。何がアメリカのスケベイス。何がやねん。何やねん。ちょ、もうあれしかないの乗せんの。あ、そう。いや、俺スケベイスにお札乗せるわけない。お前展開せよ。パンといてくれ。バチ当たるやろ。すげえな。ちょっと見ていい？いや、見て見て。いや、粗品さんも入るの初めてやもんね。初めて。テンション上がる。前よりだいぶ広なったよ。ちょっと開けていい？いいよ。ああ、綺麗な。そうそうそう。布団や。ほんでこれ、ほんまに、なんていうの、枕二つあるから、前の家の時、女おるやろみたいに言われたけど、うん、もうこれ、触ってもらったらわかんねえけど、はい、もう、めちゃくちゃハードとソフト、俺2種類。あ、なるほど。そう、日によってこう寝やすい。あ、いや、変えてるだけなんですよ。そういうことな。そうそう、これはもう撤回しようかな。俺彼女おらんのにおるみたいだったらでけへんようになるから。人影とかもな。そうそうそう。あ、人影言われてた。言われてたよな。言われてた。いろいろありますね。サンジャポの何これ、見さっていい。そう、テカンペ、記念にもらってん。すげえ。田中さんが持ってるやつ。そう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 。こんなん俺テカンペなんかもらうことないからさ。せいやさんが出たんや。いや、飯尾さんの回、なぜか。飯尾さんの、それは間違えられた。そうなの。すごいすごいすごい。ちょっと、こっちも部屋ある。あるんですよ。めっちゃ広いやん。部屋。うわ、いいね。これ何部屋なんですか、ここは。ここ、いや、ほんまここで、うん、寝たりとかしようと思っててんけど、はいはいはい、やっぱ冷房もう一発つけな。暑すぎて寝られへんの、うん、だから冬とかはここで寝ようかなとか思ったりとか。で、あっちはもうすごい広いから仕事部屋にしてみたいな。
え、この部屋と向こうのリビングだけ部屋。まあ 1L か。そうやな。うんうんうん。まあ間取りはね、あの分からんようにまだあるかもしれないです部屋は。あるかもしれんし、そうないかも。おかしいな。おかしい。何が？突撃しといておかしくなんもない。コンドームないな。ないねん。なんでおなじみみたいになってる。目につくとこに必ずあったやん。いや、ない、ほんまにない。新居来てから使い切ったってこと、前のあれは。じゃあ、あ、まあ使い切って、あれも別に使ってない。捨てた。そうやな。うん、すごい。開け、握手するときにコンドーム持っていかないやろ。開けていいですか。いいよ。おお、怖っ。びっくりした。びっくりした。なんだお前。見ます。電気つかへん。電気つかへん。電気つかへんねや。怖っ。まあいいや、電気つかん方が怖い。あ、何してんのあれ。めちゃくちゃ怖い。ホームアローンやん。やりだしたら。バスルームちゃうで。ケビンが追い出す時のやつ。ケビンや。怖、ちょっと照らします。うえ、こい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 。クローゼットや。入っていい？いいよ。ウォークインクローゼットやから。へぇ、なんの後輩が、一回びっくりしてんので、遊んでて。なるほどな。そう、カメオとかと。誰ですか？ソイソースのカメオ。誰やねん。よ、マリオパーティーやってるから。ちょっとこれ、夢の。ウォークインクローゼット、今。あ、これすごい。これすごい。お前これはすごい組み合わせ。あとパソコンあったらさ、文春オンライン2点セットええねん。これで君も文春法になれるよ。ちゃんとすごいよ。変身セットいらんねん。もうちょっと嬉しいわ。でも何してんの？お前がその人の生活してるというか。やっと。いや、してるよ、この家で。前の家よりだいぶいいよ、やっぱ2倍ぐらいな。だってほんま前この半分ぐらいだよ。そう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 、めっちゃ広いやん。いや、広い広い。ここめっちゃ好きやねん俺。だからすげえ。景色とか見せれないですけど、この景色の感じとかも好きやし。俺だけ見ていい？そうそうそう。なんかね、なんか好きやねんな、この感じ。窓も広いんすよ。窓もでかくてね。ああ、いいやん。そうそうそう。へえ。あれ、なんなんあれ。言えるか。いや、でも有名なあれです。あ、そうそう。あ、で、ここはベランダや。ベランダも広いな。広い広い。もうそう、前の家よりはだいぶグレード上がった。へえ、ちょっとでもないな。え、何探してんの。いや、よゴムのはいいな。テレビの裏入んなよ。パンチのテレビの裏入んなよ。何してんの。ないな、ないな。コントのテレビちゃうぞこれ。いや、いい、あ、立派な家ですね。まあ、素晴らしい。でも突撃されたらちょっと、お、もてなそか。ああ、出た。いいですか。じゃあちょっと酒飲むか、まずね。あ、マジ。はい。まあ、ちょっとくつろいでてよ。じゃあ、あ、座ってて。それ、いや、これは嫌やわ。でもよ、うん、マジで俺も仕事今日終わりやからよ、食材とかも一切ないの。あー、なるほどな。ちょっと買ってくるわ。あ、レモンチューハイしかないけどいいか。あ、いや、いい。レモンチューハイにちょっとだけ強炭酸出したらうまいとか。それでいこうか。おお。うなぎあるな。あ、ええやん。あと番組でもらったピザもあるな。おお、ええやん、ええやん。ちレモンチューハイだけちょっと抜いてくれよ。ありがとう。ちょっと大丈夫。うん、うなぎが、うん、冷凍庫と同じサイズすぎて二度と取り出されへんよ。やばい。いや、頑張れよ。知恵の輪みたいになってる。やばい。出せって。いや、無理や。出せ。レスキュー隊呼ばなあかんやつこれ。あれじゃないの、挟まってた。じゃあうなぎ、すごいやん今回。まあでもうなぎはな、ちょっと時間かかる。やっぱ俺のメッシュはやっぱ手軽っていうのがテーマやから。ああ、せやさん、はい。あ、消毒やった。めちゃくちゃ、あら、あ、証拠ね、うん、テカリありますよね。アークで洗った、ちゃんと。え、アークで洗った。
アークスタジオで洗った消毒。俺の目って洗ってくる。じゃ消毒持ってくるわ、ちゃんとね。じゃあ、せやさん。はいはいはい。明日からちょっとよろしく。もてなし会やるか。もてなしぐらい。ちょっとじゃあ、新居祝いやな。おう、ああ、そうやな。うん。オッケー。ちょっとじゃあ、買ってくるから。じゃあ、しばらく続きます。はい。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録、お願いします。